レオン師匠のふかつりぼりーレオン師匠こんにちははいこんにちはちょっと久々になってしまいましたがおー誰 <laughs> またふかつりぼり始めていくので視聴者の皆さんもよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日のお題はですね、うん、これは多分多くの方がレオンさんに聞きたいと思っている王道の内容でございます ほうほう。ずばり、シャクメバルの釣り方を教えてくださいでございます。ああ、なるほどね。メバル不安の方たちの、まあ、夢の夢だよね。あの、うん、住んでる地域によっては、下手すると一生目にかかれないんじゃないかなっていうような、ね、サイズだもんね。はい、はい、そうですね。はい、わかりました。えー、っとね、うん。 まずね、冒頭に言いたいのは、はいよくね、まあこの手の質問っていうか、まあ、もろにこの質問はもう何百回も多分いただいてますよ。はいで、ほとんどの方がね、勘違いしてるのが、あの技術で釣ってると思われてる。おおなるほど、うん。まずここにね、大きな間違いがあるうんあの技術よりも大事なことは。はい いるとこに行かなきゃ釣れませんっていうことねあなるほど、うん。ここがね、敷居の高さってのはもう間違いなくあるの。まず、シャクメバルがいる場所に行くか、はい、もしくは、いるゾーンを攻めないと釣れないのよ。うんうん、で、このゾーンがね、余計イメージ湧かないよね。<laughs> 確かに <laughs> それはね、飛距離だったり、水深だったりするとね。 うん場所っていうのはもうそれはもう地域的にまだシャクメバルがたくさん残ってる地域ともそもそもシャクメバル自体の生息数がもう格段に少ない例えばよく聞くのがあの中京の方たちね名古屋とか北、はい、とか僕ものあの辺の海域は何回もメバル釣りに行ってるけどね確かにサイズ出ないですよ。 それは全然東京湾の方が大きいのが釣れるよね。うん、まあなのでね、えー、っとちょっとじゃあ整理してお話しましょうね。まずはね場所の話なんですけどね大きいメバルがいる場所といない場所と結構明らかなんですよ。これは皆さんねご存じいただけてると思うんですけど僕は瀬戸内で50年近くずっとメバルを追っかけてきた人間です。 で広島を主体とした瀬戸内でずっとメバルが好きでねメバルをで堤防の釣りが好きだからかなり堤防にこだわって、ね、メバル釣りを長らくやってきたんですけどでね例えばあ,のある水産試験場のデータをね当時だから45年前か50年前僕の師匠たちとつながりのあった、ね、水産試験場関係の方に、えー、こんな話を伺ったんですよ。 広島市湾もしくは広島市内のどこの場所かね明確なやつと僕はそこを見てないんですけどに生息するメバルの生態数の調査ってのがあったのね公式な。で単位面積という言い方をするんだけど面積の単位ね例えば何百平米とか単位、はいうん、面積あたりの生息数が え山を越えてお隣の島根県は浜田市浜田市と広島市を比べた場合に50倍いるんですよ広島はおそんなに差があるんですねそう50倍も差があるのうんなんかたくさんねあもうそもそも古くからそのメバル釣り文化が盛んになった原因っていうのはメバルが多いからさ広島はこれは広島だけに限らず山口も愛媛も全部入ってくるわけなんだけどね とりわけあの広島の釣り人にメバルファンが非常にもう大正時代から多かったということなるほどはいそんな広島で50年近く前からメバルをね僕が地元の堤防やで当時は橋がつながってない場所もあったのでちょっと定期船で渡ったりフェリーで行ったりで橋ができてからは 車で行ったりして、ずーっと四十数年間、50年近くやってきたんですけど堤防からね、シャクメバルってのは正直数限りなく難しかった。うーん、なるほど。ゼロではないけど、当時だと10匹、釣ってないですよ、5、6匹なんですよ、それでも。お<ー>これが30年間で10匹いかないんですよ。うん だから釣釣れた時はほとんどまぐれで釣れてる状態ねなるほど。うんでそんな中でね釣れたら30センチありますよって地域があった。おお<ー>それはどこかというと山越えて行った島根県の浜田市の磯なんですよ。<laughs> お<ー>で磯に潜んでる個体はあの。 時代はねね本当に大きかったた全部尺超えてた、ね、うんすごいですね。うん。これがね、堤防で釣るメバルと磯にいるメバルはそこが違うんだよね。うん、まあ、あのいろんな理由は考えられると思うのよ。いや、磯でメバル釣ろうとするとまあ、当然夜行くわけだよね。そうですね。ナイトうん、昼間にね磯い で、足元の浅い水深50センチ1メーターのところで、メバルつろったってね、いても食ってくれないのよ。うん。夜だから、あの警戒心がなくなって食ってくるんだよね。うん、なるほど。だから特に闇磯メバルっていうのは、あの昼間は非常に難しい。うん。で、夜磯まで出かける人なんていうのは、数パーセントいるかいないかだよね。そうですね。だからなおのこと、そのつられ残ってる。 これがその単位面積あたり50分の1しかメバルが住んでいない浜田市の方が当時でもシャクメバルっていうのはたくさん釣れたわけ。あーなるほど。もう一つねこれは40年も45年も昔じゃないんだけど20年くらい前に地球さんと、えー、伊豆の初島だっけはい初島。あの船で行く 初島、当時まだねちゃんと釣りができてた時があって、うん、初島へ行って、えー、初島の海岸線を電気がないとこね全く夜ね愚田磯を中心にずっと半周ぐらい地球さんたちと歩いて回ってメバル釣ったんだけどあのね30センチ以下を釣るのが難しかった<ー> <laughs> みんな30センチあるんだよ,てんだよすごいですね そういうところもあっただからあの大まかに言えばまず3 0ンチの個体がある程度以上いる場所へ行かないとまず難しいよねうんだからそれがどんな場所かっつったら本当に今お話ししたようにやっぱり釣り人がねあまり立ち入ってないつまり竿抜けになっている闇磯が一番ですはいでそこへ質問者の方が行くかどうかは別そうですね だって僕行かないもんも、も <laughs> の危ないし、えー、しんどいし。<laughs> <laughs> そうですね,ね。そこまでして尺メバル釣らなくても、全然20センチ、25センチで楽しいよっていうのが僕のメバリングなので、うん、行かないんですけど、だから行くか、皆さんが行くかどうかは別として、どうしても釣りたい人は行っいますよ未だにね。うん、そうですね、えー。行ってます、行ってます。で 行く人はやっぱりしらみつぶしに打っていくからねちゃんと釣れてますはいで今度はねここから技術論というか知識論になっていくんだけど、はい、闇磯をあちこち歩きましたけどやっぱり尺にメバルに出会えませんっていうかメバルがなかなか釣れませんっていう方がいらっしゃったのねうんなるほど <laughs> であのー、メールでのやり取りじゃ なかなか難しいのであの電話で話できるっつって電話番号を教えてもらってかけたのね。<laughs> で聞いたらねお話聞いたらねすぐ分かったよ理由が。お何でしょうこれねよく、あのー、磯で釣ると間違える人が多いんだけど磯際に立つじゃないはい。さ正面に投げるんだよみんな。あ沖に向かってフルキャスト沖に向かって投げるのよ。はいうん、この辺がねやっぱりその基本的な、えー、メバルの。 その生息の状況がね頭に入ってないんですうん。これなぜ頭入ってないかっつったら明かりつきの堤防でメバルを釣ることに慣れすぎちゃってるんですー。なるほどそれしか知らないから。明かりつきの堤防でメバル釣ろうとすると結構あれだよねフルキャストした位置の表層に浮いてたり。 表層に浮いてない時でもフルキャストした位置のボトムで釣れるよねそうですねそういうことが多いよね <laughs>、うん、基本どうだろう7割ぐらいは水面か水面直下の釣りが多いよねうん、うん、このイメージをそのまま闇裾に持ち込むからダメなんだよなるほどあれは真っ暗い中の夜にポーンと明かりがあるからそこには当然プランクトンだの小魚だの餌がたまりますうん でその餌ってのは表層近くにいるんです。<laughs> だからそれを食べるためにメバル全部浮いてきて、その餌が通るレンジよりも下にいて、ね、うんうん、餌が通ってくるレンジにこうやっていたら通ってくれないからね、逃げて。ちゃんと下で隠れて待ってるわけですね。こうなってんだよ、こう。はい、ここ並んでんだよ、ずっと。 で必ず僕のイメージではまあこれは水族館やその他、えー、僕はスキューバーもやってたから実際に潜って見てるから分かるんだけど捕食ゾーンより大体30センチから多いと大きい時は50センチぐらい下にいる。なるほどで前方の頭上をから流れてくる餌を待ってるのこうやってホバリングして。うんうん、で必ず通ってきたら浮上して食って反転して戻る。 うん、これが3 0ンチから5 0センチということね。これがねあの、明かりつきの堤防メバルの一つの特徴なんだけど、えー、磯の磯場の岩の横とか、ちょっと沖にこう崩れた下り岩なんかがあって、そのそばで釣る時のメバルって、まず明かりがないということと、うんえー、水深1メーター内外のところについてるんだようん浅いんですね。浅い で極端なところで本当にね水深3 0ンチのところに30オーバーが結構いたりする。うんうん、これが分かんないから一般的にその磯へ行って、えー、磯場の水際に立ったらみんな正面に投げちゃうとそうだね例えばジグウェイド1 5ムから2 5ムぐらいをピュッと投げたとすると、まあ、2 0ーぐらい飛ぶよね。2> はい、で2 0ー飛んだ先は水深が4 5メーあるわけさ。 はい、よほど遠浅でないかぎり、うん、遠浅はまた話別なんだけどね、はい、遠浅は置いといてそれなりにその海岸線からそれなりに水深がこう普通に深くなっていく平均的な、えー、条件で言うと熟ー,ート2ムをフルキャストしたらだいたい水深3ーから5ーになりますよ、うん、でそこが砂地だったらどうするって話なんだよ。 おこれメバルがつく要素がないんだよそこに。うん、じゃあ2 0ートル飛ばした先の水面にメバルが浮いてるか。うん。<laughs> 明かりがないんだから餌が寄らないからそこを浮いてたって食事にはありつけないのよ。うん。だから磯のメバルはどうしてるかっつったら岩場にいるわけ岩とか物横にいてで小魚だのエビだのは。 水中の何にもないところの中層に小魚やエビはあんまりいません,うん、うん、これは海に行って昼間でもいいから観察したらよくわかる何かのそばにいるから絶対にうんそうですねうんであるいは潮の溶れへのところにこう溜まってたりねうん、うん、だから夜でも水深があるところの、えー、表層直下の潮の溶れにメバルがつくことはあるのはあるないとは言わない、うん、でもそれも餌ありきだよね うん、餌になる小魚やエビが夜そんなところへたまる理由っていうのは昼に比べると圧倒的に少ないんだよねこれ。ほとんどのねあのそういった海中生物っていうのは夜がやっぱり寝てるので大体、うん、いい6割7割夜行性のやつ除いて大体いい小魚とか中高生なので。 夜はその港の中だとかあの渚のあまり波が来ないところでで、ね、休んでんだだよね、うんうん、だから闇磯のメバルってのはほとんどのケースストラクチャー際にとか物そばにこう自分の大きな体を隠すようにして潜んでてそこをこう通ってくる小魚とかエビとかその他のベートが来た時にバンって出てきてくっていうこういうあの日常を送ってるわけ。うん、ってことはね 水辺に立ったら、こう投げちゃだめで、うん、こう投げるの。<laughs> その、海岸線沿いにっていうことですね。そう。うん、で、わかりやすい例で言うと、大体いい水深1メーターぐらいだなと、おぼしきコースを通すの。うんうん、で、だんだん岸に寄せていく。うん。初めて行った場所だと、水深分かんないじゃん。そうですね。そうすると、その、いわゆる水際から、 2, 2メー,ターぐらい離したところに投げる。もしくは3メー,ターでもいいよね。2メー,ターぐらいかな、やっぱり水際から言うと。うん、まず1頭目に、えー、水際から2メー,ター外を斜めにこう、こう投げるの、こうね。こう投げて2メー,ターのところを通す。うん、で、昼と違って、ある程度丁寧に探んないといけないから、3 0ンチ寄せていくの。うん、な,るなるほど、なるほど。1頭ごとに3 0ンチ寄せていって、で、ちょっと根がか,かりそうなとこがあったら、 そこを覚えといて手掛、うん、か,かりしないウエイトとかに変えたり、うん、ちょっと竿で持ち上げて通したりを、うん、するとそこにメバルがいれば高確率で食ってくんだよ。うん、でそれを10頭ぐらいして食わなかったらもう次に移動するあすぐ歩いて、うん、これがね堤防の釣りと違うところ。なるほど。堤防の釣りだとで立ち位置変えずに結構半夜ぐらいは。 あの釣りができたりするよね。うんそうですね、魚浮くのもあったり、回ってくるのもあったり。そう出たり入ったりするから、うん、浮いたり沈んだり。急、うんうん、はそうはいかないんだよね。ストラクチャーの依存型なんで、夜のメバルっていうのは。うん、だから、あのー、これで自分できっちり。ここは通せたなと、三日戦争。ずつと刻んだな。うん、で、キャストした距離だけはずーっと探ってきてるわけだから。うん、そのキャスト距離がまあ、十メーターだとすると。 左右メーターは探れるわけじゃん。右にじっと左にじっと。うん。そうすると、2 0ーの距離はもう全部探っちゃったわけよね。うん。そうすると、次の2 0ーラインにまで移動しないと。うんなるほど、立ち位置を変えて、うそう。そうやって釣れる場所を探していったのね、僕たちもね。うんなるほど。で これはね今僕がいくら口で説明してもね分かんないんだけどそれをやってるとどういうアンジュレーションとかどういう条件のところにメバルがたまりやすいかは自然に分かってくるうんまあ基本的にはその潮当たりがいいとこでその潮当たりのちょっと裏とかね例えば、うん、海中にこういう岩があったと塩、はい、はこっちから流れてきてますよプラ投げたら、うん 風もないのにこう流れるってことは塩流れてきてるよね。はい。塩表にはあんまりいないんだよ。うんうん。塩がこちらからこう流れてきます。餌も塩に乗ってこうこう通過します。だメバルはね塩の表にはいずにここにいるわけ。うんで。こう通ってくれるさが自分の捕食距離ここね今度は。うん。これが 遠いと遠いとここにいるメバルはね我慢してんだイライラしながら。<laughs> あの猫があのなんか通ったこうやってもう一こう飛びかかる準備をするじゃん。あの状態になってるからねここにここにいるメバルは。で遠いとポンって出ても逃げられるからこの餌が近い時。うん。猫の自分がワンダッシュ 2ダッシュぐらいで、ボンと襲える前に、餌が流れてきた時だけ、イソのメバルってったら、反応するのよ。うん。ボン寄せるのが大事なんですね。そう、だから、通すコースを、ここでメバルがいるんだろうなと思ったら。こっち側、塩表にはいないとなったら、こう投げる。ね。うん。メバルがいるんだから、ここに。で、ここを通るの待ってるから、こう投げて、こう刻んでいくのよ。ちょっと、ここ。 で外からだん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 刻みコースを寄せていくわけそしたら普通にメバルが通常の状態であればここからバッと出てきてジグエイトにはもう食ってくるうんなるほどこのイメージをね強く持たないとあの磯のメバルは釣れません,なんかあれですね堤防のメバルと比較するとなんかもうちょっとなんかカサゴとかを釣ると思ってイメージした方がやりやすそうですもうそれに近いな うん、このパターンが一つでもう一つはね磯でもっと釣りやすいのはねマズメパターンっていうのがあって、はい、これは面白いもんだね僕の長い経験でも結構明らかなんだけど真夜中に釣れるメバルと朝まずめ夕まずめに釣れるメバルと2種類 2> うんこれはもうあの食生活その一家族一家族の食生活の差 なるほどうん朝まズめと夕まズめの時だけしかご飯食べませんよーっていう鈴木さんちのメバルはまずメの時だけ捕食するのあ。ご飯の時間が決まってる感じですね家庭によってそうだからメバルを一律で見ちゃダメ。<laughs> ああそうかそうか。<laughs> おそう各産地と鈴木さんちでは違うわけよ全然寝る時間も、うん、食べる時間も,、うん、もう常にそういうふうに思ってないとダメ。で あの結構明らかなのが僕はまあそのメバル大好きなと友達や弟子も何人もいましたから、えー、浜田のねじいにも随分通ったそうするとね朝まめ夕ににバカみたいに釣れるるポイントが見つかるわけね、はい、そこでこれはすごいなということで何回も言って一晩中釣るんだけど、うん、夕方明るいうちから始めて暗くなる前にバタバタッ と,釣れたところが暗くなってから朝まで釣れないんだよ。<laughs> 匹もそれも、<laughs> ものすごくややつがやって釣れないんだよ。一匹もだからね。で初めて行った場所は非常に記憶に残ってるんだけど夕方二人で尺前後をね6匹ずつぐらい釣ったの。はい えと右にシャクメバル3匹左目にシャクメバル3匹ってこうやって持ってる写真を <laughs> の僕の古いファンの方見られたとことあると思うん <laughs> ですけどでそんだけ釣れるのに暗くなって朝まで僕はもうテントで寝てたんだけどお友達はもう好きだから朝までずっとやっててどうだったって言ったら「いやー師匠びっくりですよ絶品も釣れない全く釣れないんですよ」でとうとう2時とか3時でへこたれてたけど。 そんなに違うんですね。で今度は「浅間詰めやろうよ」って同じ場所ね。はい、浅間詰めやろうってしらじらっとする前から二人でまた準備して同じポジションに入って投げる。暗いからまだ釣れないよね。で空の端っこがちょっと明るくなってきだした頃からコツッと当たりが出たすんだよ。お<ー>でもね 完璧に捕食モードに入ってないからフィーリングモードに入ってないからショートバイトになる、うんうん。ショートバイトっていうのはね、あのー、こついでだから言っとくけど、ここのメバル、すれてるなという言い方をするわけ、みんな。はいはい、よく言いますね。すれてるんじゃなくて、今空気がないだけなんだから。<laughs> なるほど。人につられたこともないようなメバルがすれてるわけがないんだよ。それはね、そういう経験するとわかるんだよ。ああ、乗らない。 ちっまた乗らなかったって言ってるうちにじわーっと明るくなってくるわけでまさしくそのプライムタイムっていうかフィーリングモードに入ったらどんだけ簡単なのってじぐりんと 1, グラ,ム <laughs> 1> 2グラムピュッと投げて同じコースをさっきまでチッププックしか出なかったのがずーっとまたボーンと組んだのいきなりお<ー>でそこの最初に開拓したマズメポイントはね朝がすごかった毎回。 夜の釣れ方を3とするなら朝の釣れ方10釣れるんだよ。<laughs> 全然違うんですね。うん、2人とも2桁楽勝で、作目めばるばっかり。で、もう一回言うよ、このポイントはその後、何回行っても夜中1匹も釣れません。ん、もうじゃあ完全にそういう場所というか、あれなんですね。で、逆があるんだ。 夜中やってていいゴルタ磯があってちょっと馬乗せみたいなとこもあって潮も当たっててその潮裏のガーってこう反転量が来きてゆっくりなったところを昼間に見つけといて明るいうちに。で明るいうち全く釣れなくてさ、うん、夜中になって潮位もちょっと上がってきていい時間になったら突然悔い出すんだよバカバカ。ただ あの明かりつき堤防のメバルと違ってたくさん溜まってないんだよね。うううんうん、うん大きなメバルなので自分のテリトリーがある。うん、なるほど <laughs> この中に5匹10匹いないわけ。ううん、うん <laughs> 大体、うんうん。これがねあの暗いうちに釣れるメバルの特徴。でなるほどさっき言ったその後でももう一回説明するけどまずめの魚は違うんだよ。えサバに 一家族で集結すんだよ。お<ー>その時間帯に。にうん、う,んうん。いっぱいいるんですね。そう、いっぱいあるの。だから。同じところだけで、ず、どん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 れるの。だ <laughs> から、これは、あのー。明かりつき堤防と同じ釣れ方してるんだよね。うーん。うーん。いやー、面白いよね。この辺が実にね。うん。面白いですね。ええー、話続けます。で。よし、一匹釣れた。で。来ないな。でも、もうちょっと。 5メータータぐらい横にずれれてままたたた投げるお、ま、た1匹釣れたこれがあのさっきちょっと話をした伊豆のの初島の釣り方だったねお<ー>ちょっとずつずっとずれていくのうち要するに拾、うん、い釣りっていう言い方してたけど僕たちは一匹ずつ拾っていくような釣り方でさ、えー、あの時3人で行ったんだけど同じところを3人が通過しても一人一人その投げ方釣り方違うから。 人が釣った後でもまだパラッパラッと出るんだけど、うん、まあいずれにしてもこう散らばって釣ったり、えー、追い越して釣ったりわざと後からこう地球さんが打ったあと俺も打ってみたりとかするんだけど基本的にやっぱりその一匹のテリトリーがこう点在して決まってるってことなんだよね。うん。はい。で一晩ず釣れるわけずっと探っていくと。はい。ここをまずめならもっと釣れるだろう思ってやったら。 釣れないんだよ <laughs> で釣れても格段にちっちゃいやつしか釣れないセンチしか,しかないの、うん。こういう特徴もね、あのー、一つ覚えといて、うん、だからい磯で釣りをするというならもう一回整理します二つ。夜中中探っていけばそれなりに反応があるエリアとエリアというよりポイントだよね。と 明らかにそのまずめだけ機能するポイントと二通りあります。でまずめはマズメで特徴的なんだけど、えー、一晩釣れるのはね基本的に湾の奥とかが多いのね。うんでまずめによく機能するのはね湾の外の岬状のところ。はい、つまりこれ潮渡りの関係なんだよね。うんだからマズメポイントで えー、夕方明るいうちから入って暗くなるまでの12時間遊んで帰ろう。で朝は逆ね朝は暗いうちに入って明る,明るくなるまでの12時間遊んで帰ろう。こういう釣りでシャクメバルを出したいと思うならば基本はね潮通しのいい岬曲がり、うんうん、ここ手堅い。でこう岬っていうのは伸びたら海中にこう。 馬の背をに伸びていってるよね、背が。そうですね。っていうことが多いよね、こう。はい、そうじゃない出っ張りもあるけどね。うん。<laughs> 出っ張りの向こうはべたーっと同じフラットな海岸だったりするけど、こう、とんがって海の中に沈んでいくような岬を探したら、そこは高確率で、海の中にこう背が入ってるからね、馬の背、うん、で、そこが潮通しが良ければ、相当高確率でマズメメバルポイントです。お<ー>うん でこれはもうこの岬城の横を打つの基本はねで完全なフィーディングモードに入ったらこの釣れる範囲が広くなるで堤防明かりつき堤防メバルのように浮いてくるうん、うん、これマズメバ,バルの特徴だからあの夜のお内湾系の えー、暗いうちに釣れるメバルを釣る時は基本的にはジグヘッドが一番手堅い。うん、で岬の釣りはねあのメバルが浮いてくるのでプラグが相当機能します。うん、プラグの方が釣りやすいぐらいの感じ。うん、で、えー、岬じゃなくても例えばゴロ割とこう距離のあるゴロタ浜。はい なんかはやっぱりあのジュヘッドリーワームの方が釣りやすい。うえ、ん、ここでもう一つヒント差し上げると遠朝のゴルタハマーでメバルを釣る時はフロロはやめた方がいい。ほうほ、ん、<laughs> うほうほう,おうこれ僕初島で痛い目になったから。リーダーがですか いやーこれ、ね、地球さんとお友達で闇の息子くんっていうのと僕と3人行ったんだけど最初彼らが3匹5匹釣るまで僕1匹釣れなかったのよ。おかしいなと思ったら当時まあずいぶん前だからねフロール大好きだった僕はフロールでやってたんだよね。うん、でフロールでやるとフロール沈んじゃうから、うんうん、ゴロタの底を打っちゃうんだよ1ヘッドこうリトリーブしてるとこう,っこうと。あ で、二人だけポンポンつくから、なんでっとおかしいな。何グラム投げてるってったら1.5グラムです。ワームはスクルーテールグラムです。一緒じゃん。<laughs> で、巻きスピードをこう、ように、月曜だったんだけど、半月ぐらいかな。あのスピードかと思って同じようにやると、根本、根、ね、打っちゃうんだよね。うん、おかしいなと思って、ふっと気がついて、ちょっと君たち糸何使ってんの打って、二人とも P なんだよ。おお 関東の人間だから慣れてて知ってんだよ。<laughs> 教えれっつんだよね。<laughs> P.E. の浮力で同じスピードでも完全にそこ切って負けるわけすると。つまりメバルの捕食レンジを二人はまいてたのに、俺はそこ引き引きずってたんだ。結局。なるほどなるほど。うん。やっぱりそういうゴロタとかアサイトほど。 ねそのラインの種類ってそれぐらい影響が出ちゃうってことです、ね、すんごい大事でちなみにその初島のゴルタバって釣れるポジションの水深がなやっぱり7 0ンチぐらいなんだよねうんグラムをフルキャストしても水深70とか1ーないんだうん、うん、そこへ浅い方へ持って引っ張ってくるからメバルがこうついてる岩のとこなんかもう水深5 0ンチとかしかないわけうんうん <laughs> フロールに 1.5g だとそれでゴツッと当たっちゃってメバルが食うにもおっとかなってメバルも食うにもな食うの諦めてる <laughs> そういうこともあるのでやっぱりねそのロケーションに応じたラインやウエイトやあと沈むジグエート使うのかスローフォールのプラグ使うのかフローティングプラグを使うのかトップ,プラグを使うのかという選択肢というふうに、うんまあ、若干ちょっと難易度はそこら辺のね あの選択肢の難易度は高くいじゃあ長くなってもいけないんで磯の話はここまではいいやいやレオンさん堤防からシャクメバル釣ってるじゃないですか、うん、釣ってるそ,、ね、それもうん <laughs> それもう40年前とかは釣ってないんだあんまりお<ー>僕が堤防シが釣れるようになったのはこの20年ですよあ,あそうなんですね、うんうんまあ、なんでか